鈴木その一、鈴木その一、鈴木紀一、男性、完成七年、1795年安政五年九月日、千日、1858年十月十六日は、江戸時代後期の絵師、江戸林派の祖、堺法一の弟子で、その最も著名な事実上の後継者である。元氏は、西村、一節には山本、意名は元町、字は支援、その一は、 号で、後に通称にも使用した。別号に、生成、必ずよ、上運、祝林祭、ため参道、うぐいすすなど。近代に通じる、都会的洗練家と、理知的な装飾性が際立ち、近代日本画の先駆的な絵師だと位置づけられる。その一の追い立ちは不確かなことが多い。中野記名、小型流略ンプや、東洋美術大館など、近代以降、 弟子の談話などの資料を根拠とした説では中橋、現在のブリジストン美術館周辺で、大見出身の紫染めを創始したと言われる、荒野の息子として、完成8年4月に誕生し、兄弟子鈴木霊丹、霊丹、通称、東野心、後、東米の病死後、霊丹の姉利を妻として、鈴木家の婿養子になったとされる。一方、悲鳴を悲観に収録される文化14年、 1817年7月付の、洋夫霊端の名跡用紙願いには、爆心、水野勝之助の家来、飯田東衛門厄介のおいで霊婦家母,母方の登園、西村た三郎として、武士階級であるように登場し、年齢も23歳、結婚相手も妹になっている。このうち、年齢は、その一自身の作品、ボタンズの楽観と、 菊地道図の箱書きから文化14年時点で23歳、完成7年の誕生であることは確かと見られ、結婚相手も論理、法律上の観点から妹である能性が高いと見られている、姉と結婚すると義兄になるため、病籍を継ぐためとはいえ弟の養子にはなれない。その1は、子供の頃から法一に弟子入りし、文化10年。 1813年に内弟子になったとされている。文化14年には前日の通り兄弟子であった霊丹の旧病子の後、婿養子として鈴木家の家督を継いだ。東洋美術大館は、その一の放録を150人口であったと記述するが、これには早くから疑問が呈せられ、松下公女、敵子採用五編に見える境歌詞時代の九人淵。 ヨーフレ風霊ンの十三人物と比較しても最高が必要と指摘されている。年季がある、その一の作品は少ないが、落款の変遷から画風展開を追うのが普通である。法一在世中は、法一から譲られた項である、庭表紙、または、その一筆とだけ記す総書落款が多い。この時期は、法一の住居、アメカーンの筋向かいに住み、 身の回りの世話をしながら彼に学び、個性をあらわわにしていく画風準備期とされる。ミシガン大学所蔵の法一書蔵巻によると、その1はしばしば死の代筆を担当したらしく、法一作品の中にはその一筆と告示したものも見られる。法一からは、茶道や徘徊も学び、うぐいすスの配合を持ち、亀田ダ法才や太田南ポラと交わり、彼らのサムを持つ、 初期作品も少なくない。文政八年、1825年、西村河安が表し、法逸が上寄せた、加害万録の写絵を描いており、他にも十点ほどの半本写絵が知られる。その一が、法逸の四十九日を過ぎて、すぐ、文二、千八1829年二月に願い出て、それまでの過録を返上する代わりに一大絵師となった。普通なら、 姫路藩主として、通常の勤務に戻るのが通例であるが、一大絵師を選択したのに、その一の得意性を見る意見もある。五人淵、絵の具料五料を受け、同時に提発し、天保三年、1832年11月には、絵の具料を改定されて、九人淵となる。翌年京都と酒への絵画修行を名目に五十日の休暇を申し出て、 2月13日から11月にかけて採用する。この時の日記、岸取り有日記が京都大学附属図書館、谷村文庫に残されている。その1は、古い社寺を尋ね回り、古書画の学習に励む中で詩の影響を脱し,し、独自の生命で近代的な画風へ転換していく。楽観も、その一筆などと記す、いわゆる楽観に改め、この後10年ほど用いた。とは、 司教小宮便が出展で、広く明らかな様、心良い様を意味する。天保十二年、1841年から硬化三年、1846年にかけて、法一が出版した降臨百図の版銀が焼けてしまっため、その一が複製して再出版している。その制作過程における、総達や降臨作品の図用や、構成法の再学習は、 この後の画風に影響を与えたと見られる。天保13年、1842年の公益書家人名録には、その1ではなく、息子、森一の名が記されていて、その頃すでに家督を譲っていたのではないかと推定されているが、当時の人名録には、当主だけではなく、隠居、兄弟、子女も掲載される例は、多数ううあり、別の事情により、その1は、 戦外になったと見る向きもある。高下元年、1844年頃からは、生成その一と合を改めた、生成楽観に変わる。生成も、死境小宮比にあり、盛んな様、暴政な様を指し、転じて、人材を育成することを意味する。明らかに、降臨の号を、青々も踏まえており、この会合には、四方一を飛び越えて、降臨を射程としつつ、 次なる段階に進み、自ら更新を育てようと目論む、その一の意欲が伺える。その作風は再び林パの伝統に回帰する一方で、その一の個性的造形性が、さらに純化する傾向が混在したまま完成度を高め、ある種の幻想的な画種を帯びるようになった。ただし、晩年には、工房作とおぼしきその一らしからぬ、凡庸な作品が少なからず残り、し、 法一と同様、その一もで死に大作させたと見られる。また、堺忠学に嫁いだ、徳川家成の娘清姫の工具により、堺家の石師格、つまり御用英師となり別に三十人ぶちを賜ったと、する説があるが、信頼できる一時資料にはない。安政五年、六十四歳で没する。死因は当時流行したこれらとも言われる。法名は、生成因元よその一個字。 浄土州の浅草松葉町消防時に葬られたが、同時は関東大震災で中野区沼袋に移転し、その一の墓もそこに現存している。高い描写力に裏打ちされた明快な色彩と構図、驚きや面白みを潜ませる基地的な趣向は、あえて余剰を排するかのような理知的な画風を特徴づけている。 リンパの長美を飾るとも評されるが、美人画や風俗画などの単にリンパや法律様式に収まらない個性的な要素を多く含んでいる。描き方も、本来は仏画に用いる技法である表具にも、絵を施す、絵、久さし、ひし表層をしばしば用い、本種の絵に多様なデザインを取り合わせ、時に本種の中に侵入する騙し絵のような効果を与えている。こうした、 肉筆画の一方、その一は、教科本差し絵や教科すりもの、内輪絵板に式絵や千代紙といった、半下絵の仕事も積極的にこなしている。画種豊かな法一の作風とは、対照的に、皇室でやひとも言うべき感覚を盛り込んだその一の作品は、長く国内の評価が低迷し、作品の流出と研究の立ち遅れを余儀なくされた。しかし、近年の書一。 奇想の絵師たちの評価見直しが進むにつれて、リンパ史上に遺産を放つ絵師として、注目を集めつつある。平成20年、2008年、東京国立博物館で開かれた大リンパ展では、宗達、公林、法一に並んで、その位置も大きく取り上げられ、リンパ第四の王やとして認知されつつある。息子に、同じくリンパの絵師となった、長男鈴木森一、 起立交障害者で細密な図案を多く残した、次男、鈴木誠一がいるが、絵師としては父に及ばなかった。弟子に、村越その日で、市川その通る、稲垣それたち、中野姫、中野その豊か、村松その緑、など。また、幕末民発の絵師、川辺教祭は、その一の次女を最初の妻にしている。これは、その一の長女が、 共済の父と同じお茶の水提け氏のよりき、海図棒にとついでおり、その縁によるものだったというが、共に本来の外気以外にも関心を示す姿勢を持っていたことは共通している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。